はい、お待たせいたしました。ただいまから第21回大竹みかん賞ピンクランプリの表彰式を行います。はじめに第3位を発表いたします。第9レースで6位、第11レースで3位、合計42人と全勝の吉村智樹騎手です。続いて第2位の発表でございます。第9レース3着、11レース5着、合計15得点、1位と半分くらいされます。オフテーマの山田孝之さん。それでは第21回佐々木孝之カップジョッキーズグランプリの栄えある優勝者を発表いたします。第9レース1着、第史上初の合計100ポイント獲得、 JR 日本横山武史騎手です。おめでとうございます。完全に驚かれた。それでは佐々木武史さんからカップの1個という賞金の授与を行います。
今日の竹下さんはどんな感じでしょうか。ただ、その今の前はちょっとどうしますか。ちょっとですか。ちょっとですね、はい、よしよし、ちょっと嬉しいそうです。
雨降ったら1回だけですか。また今日の晴天に行きました。武見さんが雨男、雨男、晴れ男、ありがとうございます。